さあフォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ、はい、4番ホールにやってまいりました、ゴルフ道場破り、ね、現在2アップ2ダウン4バーディー取ってますからね。はい、なか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 手強いバーディー取られるとね出てきますよね。もうちょっとね、2連続3パットっていうのがあったからね。そう、あれが なければ今オールスクエアで来てますよ。はい、うん、ね、まあ実力なんで、はい、そしてここはいつもだとね、あそこにすごい綺麗な富士山見えるパー3でございますが、うん、174ヤード、はい、ということで風がどっちから吹いてるのか全くわからないわかんない、はい、174、とりあえず7番円で右から多分フォロー行ってみたいと思います。はい、次第ではホールインワンですよ。おー、あ、でかい。でかい。すごいフォロー。参考になったな、これ。さあ、今持ってるクラブを8番アイアンから7番アイアンに変えました。横田智樹。ツーダウン。大逆転なるか。軽めに合わせていった。どうだ。ちょっと左。左に乗ってますね。左15メーターぐらいに乗ってます。はい。8でフルスイングした方が良かったんじゃないですか。パットの方がいいかなと思って。うん。コーチだから飛ぶしね。そうですね。に乗りました横田慎一。そして手前約10メートル、12メートル、15メートルですかね、乗りました横田智樹。グリーンを捉えましたが約12メートル、バーディーパット。どうだ、いいタッチだ。うわ、切れず。俺はスライスラインに見えるけどもあまり切れませんでした。 OK、 さあ横田慎一はバーディーチャンス。今日5つ目のバーディー来るか。入れれば3アップです。では来たか、来た。5つ目のバーディー来ました、今日。パー取っても勝てません。横田慎一。427ヤード、右ドッグレッグのパー4です。現在3アップ。さあ横田智樹、横田智樹はドライバーを手にしました。3ダウン、逆転なるか。得意のフェードボールでスライスボールでいきます。
お、これはいいラインだし。え？あ、なんか木に当たったね。でもめっちゃ当たり薄かったから。うん。これはいいショットだと思ったけども、やっぱりちょっと木スレスレ狙いすぎたのか、焦りが見えております。横田智樹。キャーじゃ勝てないですから。ギリギリを狙いすぎました。父親からはスプーンがいいんじゃねえのかと言われましたが言わないでドライバーも出してくれということでした。さあ横田智樹、右の林に入りました。林の入り口ですね。はい、林というか、うん、これはちょっと奥のラフまで突き抜けたでしょう。今日はなかなか手強いですか。手強い、うん、そんなにうまくいってないわけじゃないんで。横田慎一セカンドショット156ヤード、8でいきます。8番やん。さあ、少し左届きはしました。さあ135ヤード、ライはあまり決していいライとは言えません。ここはかなり高いボールが必要となるので、ライがいいには越したことないんですが、左足下がりから素晴らしいショット。まあ、ちょっと左まずまずです。諦めない。さあ横田慎一は第3打、かなり傾斜の強いライン。読み切れるか。あーっと惜しい。 OK、 横田智樹ボギーとしました。横田慎一この短いパットを外せばこのホール分けとなります。さあ横田慎一パーパット、フォーアップ。はい、今フォーアップ、はい、フォーアップですね。さあドーミーホールということになりますね、はい、6番ホール、はい、次引き分けますと、終わりということで、いわゆるドーミーホールになります。ただ、はい、ここで攻めすぎも良くないので、そうですね、はい、自分ができることをやります。はい、6番ホール。さあここドーミーホールです。打ち下ろしの400、397ヤードのパー4。クリークできます。クリーク、
ナイスショットだ。これはナイスショット。やめてほしい。いいです。さあ、横田智樹、後がありません。フォーダン、ドミーホールです。さあ、当てに行った。フェアウェイかな。いいとこです。はい、粘りたい。ここ取りたいな。何ホールまでいけるか。もう勝ちはありません。そっか、エキストラホールはこの企画ありませんので。横田セカンド、128ヤードピッチングですかね。9番。うまい。これはバーディーチャンス。さあ、112ヤード52度でいきます。ちょっと右です。これは右。終わってしまう。さあ、もう入れるしか後がありません。横田智樹、バーディーパット。かなりの急勾配のフックライン。狙ったが惜しくも入らず、かなり打ちました。お先にどうぞ。はい、じゃあ私からいきます。さあ、バーディーパット。2パットでこのホールで終わります。さあ、おー、切れた。切れた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと、はい、ありがとうございました。5だ。5 and 4というスコアでいったの。え、スコアで。でも後半3つバーディー。あ、2つバーディー。僕は今日は6バーディー、はい、あ、5バーディー、最後外した。ああ、そうだね、5バーディーだ。はい、ということで、はい、どうでした？うん、何回やっても同じ気がします。まあ、こんなもんかなと思ったんですけど。あ、まあまあまあ、6番だから14、はい、前半のね、インスタートだから15番まで行ったってこと。15ホール目で。ああ、そういうこと。まあでも前半アップしたからね。うん。3パットのとこかな。パター練習して、いつか。そうですね。ちょっと最近、パッティングを練習してなかったっていうんで、それがもろに出た感じですな。ということで、横田道場破り、ね、熱望して参加しましたが、ね、まあ、あえなく敗退ということで。また、もうちょっと練習して。はい。はい。やってください。やってください。ああ、やります、やります。また。はい。ということで、みんな悔しがりますね、これ負けると。ということで、全国のトップアマの皆さん、やっぱりちょっと全国区の方、ぜひ、
申し込みお願いいたしますということで、息子との道場破り対決5&4か。そうですね、4ホール残して、3ホール残し、次7番だから5&3、あ、5&3 かということで終わりました。最後やってないから分かんない。そうですね、いやでも 5&3 です。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんだってこれ入れたら4&3 ね。確かにそれは失礼失礼それは失礼しました。4&3 を、はい、ちょっと違いますよ。はい、そうですね。こういうのは普通どうするんだろうね。どういう採決表示方法になるんだろうか。まあ OK という扱いでしょうね。おい、届かないんかい。入れないといけないのに。はい、じゃあ5&3ということで。ありがとうございました。